はい、あの杉原でございますで、えー、私の関係の資料は、岸田首相が演出する裏金問題を巡る,る政治学というのとです、ね、産経新聞2月12日、安倍晋三の目次録としての溶接、吉田茂という病というのが今日の教材として提示しております。 で私、昨年の12月にあの、旧統一教会のバッシングの仕方が公平性が欠けるというふうに言って、そのまた1年前の時には、それを言うと、諸橋さんから非常に不当なことを言って、噛みつかれたことがあるんですが、とにかく、あのですね、最近ではですね、森山文科大臣は、 旧統一教会の会合でスピーチをしてたんですね。で、岸田首相もですね、アメリカで、あの統一教会の幹部の人と会った写真があったんですね。で、おととしの時には、山際さんというのが、山際大臣がですね、ちょっと接触してたというだけでクビになったわけでしょ。これ、非常に不公平ですね。そそして今のその 二つの例が出てきたのに、マスコミでふんともすんとも問題になりませんね。これは、やっぱりディープステートがあるから、いるからですね。で、その話をしようとすると、また10分かかりますので、あとは考えてください。それで今日はですね、岸田さんのやり方の中に非常に問題のある部分がある。あの、いいところもあるんですけれども、まあいいところは今日言いませんけれども、 えとですね、この今回の派閥、あの政治献金問題ですね、でまだマスコミで真相がの解明が不十分だとか、ですね国民は納得しないとか、と、まあ、あの政治ジャーナリストも言っております。私から聞くともううんざりです、からはですね。4、えー、4月4日の 時点で、ねえー、か処分が起こりましたです、ね、でそのことから考えてみたときに彼らあの幹部の人たちがですね、えー、なんかあの諮問委員会みたいなところで出てしゃべったことにですね矛盾があるとか一人一人に言って矛盾があるとかですねそういうことを言っておりましたけれども、うん、一つの会合があったときに議事録をとって 取るような会合で議事録を取ったんだったら、議事録以外のことはあのあの説明する必要はありませんけれども、その他で説明をしたらですね、5人の会合で、5人にこの会合はどんなことを話したんですかって言ったら、必ずち違った表現をしますね。それでその違ったことをもってですね、また真相が解明されてないと言ってたんでは、きりがないですね。ですから、 そしてですね、あの、四人の幹部が、あの、指紋じゃなかったか、あの、倫理審査委員会に出ましたね。幾度に私は知らなかったと言いましたね。で、これもよく考えてみると、あの四人はあれ以上、もあれ以下も喋ることはできません。どうしてかとか自分たちは検察に調べられたんですね。で、自分たちの罪を最大限に逃れるために、 検察に、だから検察との間で合意の取れたことしか言えないわけです。あれ以上、ちょっと違ったことでも言ったら、もう一回審査しましょうということになります。ですね。ですから、あの言いたらなくなる必要もありません。そこまでは言ったんだからですね。ですから、あの審査委員会で真相が解明されなかった、されなかった、これもとんでもないんですね。なぜ政治ジャーナリストがそこまで解説をしないんですか。 あり得ない話でですすこれはですねでそういうことからあの、まあ、考えたときの今回の問題の展開には非常に疑問なところがあるということであります。でですね、えー、あのそれからしとにかく問題が起きてしばらくしてですね、えー、あのまだ。 裏金問題というか、その政治資金の不記載問題がですね、まだ全体構造がわからないときに、岸田さんは4人の閣僚を首切りましたですね。こんなことをすればですね、野党はどんなことをしても、野党はそれ以上のことを求めてくるんですね。ですから、最初に首を切るということは、もし切るとしてもですね、それは最後の手段です。 あんなに早々に切る馬鹿がおりますかというね。どんなことをしても野党はそれ以上のことを求めてくるんですね。ですから、あのことによってこれだけ問題がどれだけこじれていったかと。どれだけ問題が拡大していったかですね。そういうことになります。そしてですね、それをやめさせた後で、自分の派閥にも、 金銭問題があったということになりましたね。そうすると、自分の派閥から出てた外務大臣とか、それから官房長官ですね、これを当然首に切らなきゃいけませんですね。それができないから、派閥解散に持っていったんですね。これによって、この裏金問題がですね、 派閥,とは関係も派閥の存否の問題とは関係ないのにかかわらず、派閥のもの,損費の問題に拡大したんですねこれも非常にナンセンスです、そして、この裏金はですね、いいですかこれ、この裏金は、かつての佐川急便とかですね、リクルート問題のように、ひそかに大金をですね、こうもら、指摘にもらって、それを隠したというのとは、 裏金と言っても全然意味が違うんですね。パーティーを開いて、一生懸命、派のために頑張って、オーバーになった部分を返してもらって、それを不記載にしろと言ったから不記載にしたわけでしょ。本人、どこで責任の取りようがないじゃないですか。自分の意思で不記載にしたわけじゃないでしょ。そうですよね。で、この、要するに、 あのこの政治資金という裏金問題というのは、裏金問題ということにおいて、すでに印象操作がされてるんですね、とんでもないことをやったというふうにですね、でもこれは単純に政治資金という正規のお金の不記載問題でしょ、秘密裏にもらった大金を隠したのとは違いますね。 そのことを、なぜ信じ、しなかったですね、この、今まで。だから初期の時に、この幹部の人たちもちょっとボケてると思うんです幹部の人たちも、自分たちが大臣辞めさせられる時にね、これは本当の村上の問題とは性質が違うということを言いなきゃダメですね。そうして <laughs>、あの、この、あれは、春の中ではですね、 もう十何年前からやってたことである、ね、そのために、ね、あの違法行為だということに対して麻痺してた感覚がですねでそのためそして歯を解散するぐらいだったらですね森元首相の頃から始まったというんですから森元首相の時にもありましたということを森さんにしゃべってもらえばいいわけでしょそのぐらいのことはすべきですよ,よ4年のあれは。 歯を解散するくらいだったら、そのくらいのことは当然するべきです。それから森さんも、そのくらいのことだったら、当然出て証言すべきですね。この一連の流れを見たときにですね、先ほど資料で申しましたけれども、岸田首相が演出する裏金問題をめぐる政治学、そこのところに4行がありますけれども、政治学の言葉にポピュリズムがある。私は これを国民の怒り、憎悪、不安などを煽るか、または安易に迎合して、ですねその燃える国民の熱気のもとに、大切なものを壊したり、廃棄したりすることである、岸田首相はちょっと国民がですね批判をすると、それに迎合しちゃったんですね、これまさにポピュリズムです。で その、あの、それで先ほどの、あの、旧統一協会もですね、本当は安倍さんを殺した人の問題を問題にしなきゃいけないのに、そこから批判された、が上がってきたときにする迎合をしてですね、ね、えー、民法も解散理由になると言って、問題を拡大したんですね。それで日知も察知もいかなくなったんですね。そして、あ、それで今回の処分された、 自民党の若い人気の毒ですよ。自分,自分の意思で不記載にしたわけじゃないでしょ。そしてそのお金は自分が一生懸命歯のために頑張って戻ったらお返してもらっただけの話ですね。汚い金じゃないんですね。ということで、まあ、最後の締めくくりですけども、よまあこれであの岸田さんはあの2期目の目はなくなったと思いますが、では、<laughs> にあの 岸田さんはしっかりしている部分もあるんですけどね、もしそれで、今後あと半年で、ですね何か歴史に残ることをするというんであれば、憲法改正はもう間に合いません、皇室転半でしょうね、皇室転半を、ねえー、日本の伝統にから見て、遜色のない皇室転半の変更をすれば、歴史に残るでしょう。ということで、以上で終わりでございます。はい